好き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 なんです、もう本当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 好きなんです、いつまでもあなたの隣にいさせてほしいのでなんてね。皆さんこんにちは、ルートリーロッパです。今日は暑いですが、もっともっと暑い日にしましょう。嬉しくなる、私だけを見てくれないかな、その唇動く瞬間、世界がこんなに眩しくなる、甘くて暗い日も心の中に溢れる、どんなに離れている時もそばにいるよ、僕は君を思い続けるんだ、どんな時もずっと君を好き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 なんです、もっと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 好きなんです、たまらない私の気持ち、君は気づいているかな、好き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 なんです、もっと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 好きなんです、いつまでもあなたの隣にいさせてほしいので、目が合うたび苦しくなる、私だけを見てくれないかな、その唇動く瞬間、世界がそんなに儚くなる、君に会えなくて暗い日も心の中に落ちるかな、どんなに離れている時もそばにいたよ、君は僕が繰り返しても、僕は君を思い続けるんだ、どんな時もずっと君は好き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 なんです、止まらない私の気持ち、君を気づいていたいかな、好き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 なんです、ハート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 好きなんです、今までのあなたの隣にいさせてほしいので、なんてね。 I'm for you、 I'm に伝えたい、もっと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 届けたい、本当に本当に好きなんです、もう本当に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 好きなんです、止まらない私の気持ち、君は気づいていたよね、好きなんです、もう本当に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 好きなんです、いつまでもあなたの隣にいさせてほしいので、ずっとね。ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは、私たちせーのルート25パーです、よろしくお願いします。はい、では一人ずつ自己紹介していきます。はい、みんなにヤシの花を咲かせたい、はい、ヤシビーム咲きました。はい、佐伯サクトです、よろしくお願いします。サクト、はい、ハッピーラブリーストロベリー、144センチだけどちっちゃくないもん、ありがとうございます、いちごタルトです、よろしくお願いします。タルト、はい、みんなの心をパカパカに、あなたの日向に私はなる、ありがとうございます、日向なるです、よろしくお願いします。なるぞ、はい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 、頑張ろうぜ、やったろうぜ、私の名前はジュニアローゼ、ルート25パージュニアのローゼです、よろしくお願いします。ローゼちゃん、はい、
みんなの心をシュワシュワさせたい。どうも、ルート25パージュニアのラムネです。よろしくお願いします。ラムネ、はい、もう今日は暑いですが、たくさん盛り上がっていきたいと思います。はい、はい、それでは次の曲いきたいと思います。それでは聴いてください。お姫様になりたい。Yeah.
いことや悲しいことはそう、いろいろあって辛い時もあるさ。流れを入れば三番がいる、諦めないよ、一緒に目指そう。この日から世界の中で疑って自分の胸の中。 This is magic!7月23日火曜日に、サンシャイン栄グランドキャニオンフィル、広場で、はい、ライブがあります。イエーイ、はい、はい、夕方頃なのでぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。そして、はい、7月25、26日は田形神社の夏祭り、25日はショコラちゃんとサクッとショコラ、そして26日はルート25パンを参加させていただきます。イエーイ、はい、そして7月28日日曜日は岐阜県海津市平田公園グリーンドームにて主催ライブのイブ教師が開催されます。イエーイ、観覧無料なのでよかったら見に来てください。そして8月の4日は安城で、安城様の花祭りがあります。っていう、ゆるキャラが来るのでぜひ皆さん見に行ってください。ロゼも見に行きたいです。そして、8月17日土曜日、アリアンドさんのラストライブが行われます。イエイ、たくさんね、はい、夏なので盛りだくさん、まだまだね、いろいろあるので詳しくは公式の X を見てたくさん遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは最後の曲いきたいと思います。はい、最後の曲聴いてください。才能覚醒がある。才能覚醒。
私たち、せーの、ブーとニーゴッパーでした。ありがとうございました。バイバーイ。